今あの千葉の病院から電話あって容体がなんかすげえ急変してしまってやばいのですぐ来てくれって言われたのでちょっと行ってきます。今日朝一番で朝9時ぐらいに病院の方から電話があって明日の日曜日あの朝10時ぐらいにお見舞いに来てくださいってそれで経過が良ければそこで退院っていうのもありえたかもありえたというかかもしれないなんて話もされてたんですよ。なので明日日曜日また千葉に朝会いに行こうって思ってたんですがあの急変容体が急変っていう形で今病院に来てます。さっき会ってきましたけどもう着いたら心臓が止まってて人工呼吸器みたいのつけてたんですけども寝てるみたくなっちゃってますね。今先生たちがあのチマをきれいにしてくれてます。今あのすごいきれいにしてもらって今チマ後ろに乗ってます。お家帰ります。今おうちおう今今お家に着きました。ちょっとじゃあ頑張ったな頑張ったな千葉ありがたなありがたなかわいい名前そうかちょっと待ってろ千葉父ちゃんに舌片付けとくからなすごいかわいいです千葉すごいかわいいチマチョのおやつと、いや、すげえおやついっぱいあるのにチマ、容体が急変して。旅立っていきました。でも最後はあの苦しまないであの眠るように息を引き取ったそうなのでよかったね一番いい先生たちでな。寝てるみたいっすよ本当に。どうすればいいんだろう今からどうすればいいんだろう何すればいいんだろう。まあ保冷剤を入れてくれって言われた。視聴者の皆様あのチマのことをあの知ってくださって見てくださってありがとうございます。お見舞いの言葉もたくさんもらってあの直接来ていただいてチマに会いに来ましたっていう方もいっぱいいてすごいこの2年間で。あの千葉も いろんな人と会いましたんで、本当にありがとうございます。もう。
明日退院できるかもっていうふうに言ってたんですけどね、朝は。ああ、もうゆっくりね、ゆっくり寝なっちまう。もう一番視聴者さんとかみんなにね、知ってもらおうね、ちまちょん。あとでね、動画これ出すからな、ちま。ちまの最後の可愛い姿みんなに見てもらおうね。どうしたらいいのかわかんないかな。保冷剤っていうのを、今日土曜日で、明日日曜日で、月曜日は僕お袋が入院なんですよ、月曜日に。だからそっち行かなきゃなんないかな。火曜日に火葬場へ。それまでな、ちまごめんね、待っててね。ちまちゃんは、ゆっくり寝なさいね、ちまちゃん。みんなに知ってもらおうね、ちまちゃん。頑張ったよって。